はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回はですね、信長の野望天下創生のプレイを始めていきたいというふうに思います。ちょっとですね、よく理由はわからないんですけど、この画面に来る前に画面の録画を始めると信長の野望のゲーム画面が消えてしまうという謎の不具合に当たってしまって、こっからスタートしているんですけども、ここまで何もしていません。武将を選んで、大名とシナリオを選んだというところで、大名はですね、いつもの通り信長を選択しています。で、時代はですね、画面1560年と左上の方に出てると思うんですけど、毎度のことながら桶狭間合戦のシナリオを選んでいます。なので今回は信長の野望天下創生パープキットで、信長プレイの桶狭間の戦いシナリオということでプレイの方を開始していきたいというふうに思っています。で、天下創生はですね、もちろん過去にプレイをしていたしているですが、記憶にあまりないので、また右往左往しながらドタバタプレイな部分も出てきてしまうかなと思うんですが、皆さんにはぜひ生温かい目で見守っていただければ嬉しいなというふうに思っています。では早速プレイの始めていきましょう。で、パワーアップキットではということで画面出てるんですが、配下武将の一人を敵大名、新大名に変更してゲームを開始できますということなんで、例えばなんですけど、関ヶ原の戦いのシナリオを選ぶと、石田三成という大名家は実は存在しないんですね、この天下創生では。なので石田三成 VS 徳川家康みたいな形でプレイをしたい場合には、ここで新しい武将を選択するというところで行っていくと、石田三成 VS 徳川家康みたいなことができます。どういうことかというと、大名家としては豊臣家を選んで、その豊臣家の配下武将にいる石田三成を新大名に据えてプレイを開始するという形で今お話した内容ができるんですが、今回はね、信長プレイでいきますんで、このままゲームを始めるので、新大名を選びますかということに関してはいいえを選択していきたいと思います。では早速プレイの方を始めていきましょう。ここはイベントですね。信長の野望でよく見るシナリオだと思うんですが、関東管領上杉憲政が、長尾景虎謙信ですね、後の上杉謙信を頼るというところになりますね。ではここはご覧いただきたいと思います。でここで謙信登場というところですね。もう本当にこの謙信に関して言うと、作品ごとによって全く風貌が違いますよね。こうひょろ長いひょろっとした美男子で描かれる作品もあれば、信長の野望の場合だと、多いのは今出てきたひげ面のごついおっさんみたいなのが多いかなと思うんですけど、もうこの辺りは本当にゲームごと作品ごとによってまちまちですね。
さて、じゃあ、ここからですね、具体的なオペレーションを行っていくフェーズになるんですけども、その前に画面の見方だけですね、ちょっと皆さんと一緒に確認だけしておきたいかなというふうに思います。まず、全体の画面でいうとですね、画面の左上、これは年が出てますね。あとはこれ季節ごとですかね、年月ではなく月ごとではなくて、おそらく季節ごとだと思います。で、あとは信長で今いるのが清須城にいますというところと、領地情報を見ると一応ご覧のような数値で、視覚的に内政に物資、あとは武将が誰がいるよというところと、状態というのはこれは攻略あるいは内政の委任の状態ですかね。で、訪問都市は浪人がいますというところだと思います。で、あとは開発の状況が出ています。開発に関しては後ほどもうちょっと詳しく見ましょう。で、大名清洲城、今信長が清洲城にいるよというところの横に命令回数が出てるんですが、これ命令回数って確か一つの城で命令できる回数、例えば今画面に出ている開発を1回行うと命令回数が1回減るみたいなところだったと思います。で、金銭、兵糧、兵士はそのままですね、数が出ています。で、地図を開くと実際の勢力図、少し画面がね小さいので見づらい部分もあるかと思うんですが、家紋が出ているので、これでまあおおよその各大名家の勢力図が見れるかなと思います。で、大きい図にするとね、もちろんこういう形で大きく見えますというところになっています。で、映ってですね、画面の右下なんですが、これマップですね。ご覧の通りマップがぐるっと出ている感じです。で、ちょっと今はですね、画面を収録する関係上をゲームをフルスクリーンではなくてウィンドウ化してやっているので、動かすときはですね、マップを動かすときはマップの端にこのマウスを持っていくと、ご覧のように上に行ったり下に行ったりっていう形でできるんですけど、少しウィンドウ化してるとこの辺りの操作がままならないところが出てきてしまうかなとは思うので、ここでマップ上でぐるぐると動かしていくのも併用していきたいと思います。で、清洲城が今ここにあるよというところですね。で、城のレベルはですね、確かなんですけど、視覚的に今この館になってますけど、天守が立てば天守が立つみたいな形でビジュアルも強化されていったはずです。で、あとはですね、これグリッド線、少し見づらいと思うんですけど、グリッド線が入れるか入れないかというところですね、領地の中に。で、あとはこの後開発のコマンドとか見ていきますけど、その中で出てくるところですね。で、今持っている城、清須と名古屋2つありますというところです。で、全体はこれそのまま情報ですね、こんだけのお城武家がありますというところを見ていけるところになります。で、肝心のですねコマンドなんですが、不審のところから開発、これ大名のレベルとか技術レベル的なものが上がるともうちょっと増えた記憶があります。今は農村に、商家町、武家町、宿場町に大社と、いうところなので5つしかないんですが、もうちょっと増えていったかなと思います。で、投資はそのままですね、できているものに対して投資をかけていくというところですね。今できるのはおそらくこれくらい、あと築城とかもありますけどね、これはまだ、城を強化していく中でやっていくところなので、そのまままずはいいかなと思います。で、内政のところは治安、治水、徴収、施し、税率、そのままです。で、軍事がですね、攻略があって配属、輸送で、攻略はこの後実際に見ていければいいかなと思いますので、ここではちょっと一旦スキップしましょう。すいません。で、大名と朝廷ですね。で、大名は大名を選ぶと、人を選んで派遣するって形になります。で、その中で何をするのか、同盟を結ぶのか、従属するのか、凶悪するのかというところですね。で、計略は諜報破壊、流言に、扇動内容というところですね。で、人事は
委任、論考、没収とかあるんですけど、最初にやっておきたいのがですね、名古屋城、ここの委任を先にやっちゃいましょう。まあ、2つやると少し面倒なので、委任をしちゃいます。攻略はまずしなくていいので、軍備と内政、このあたりを重視しましょう。で、禁止事項は特になしでいいと思います。これで名古屋城の内政が委任できました。本当だったら全部というかね、全部やるのは難しいと思うんですけど、初期の段階ではある程度自分で、方針に従った形でやっていくのがいいのかなと思うんですけど、動画の収録上ね、少しそこまでやると煩わしい部分も出てくるので、一旦これで進めていきましょう。で、あとはですね、一旦清洲城に戻って実際のコマンドを打っていきたいと思います。まずは不審ですね。開発、最適とか適当不適って出てると思うんですけど、これは確か今これをやった方がおすすめだよっていう内容だったと思うんで、まあ、参考程度に考えておけばいいんじゃないのかなというふうに個人的には思っています。で、まずはなんですけど、兵糧とお金、これバランスよく獲得していきたいので、そこをやっていきましょうということで、まずは農村と商人町ですね、これを建てていきます。で、建てる場所はそこに建てるのがいいのかどうかみたいなのが出てくるんですよ、立地条件がね。なので、例えば、まあ、信長を選んで、ここで裁量になっているところでその目的のものを建てていくと。商人町であれば、例えばここだともう今信長自ら農村を建てるっていう行為を行っちゃったので、不可になってると思うんですね、立地条件が。なので、違うところを探しましょうということになります。まあ、農村とはね、分けておいた、確か隣接してたりすると、同じような、あるいは相乗効果のあるような建物が隣接してると、相乗効果が生まれた気がするので、すっかり忘れちゃったんですが、ここはどうする、何かいいものを建てておきたいんだけど、商人町で座があるんだったら、座の隣には座をっていう形にしますか。宿場町とかが近くにあるとなおよしということなので、宿場がここに建てるとすると、どこが一番宿場の恩恵を受けやすいかというのを考えて建てていった方がいいですね。じゃあ先に宿場を建てましょう。ちょっとお金はかかるんですが、宿場町をここに建てよう。そうすると、下と右と2つ商人町が隣接するので効果が得られそうなので、これを秀吉に建てさせましょう。宿場町は商業と兵士数が増えるという内容だったと思います。そうですね、商業と兵士で。じゃあ商人町も、近くに建てたいんですが、今と同じ要領で考えると、まあ、ここですかね。少し見づらいんですけど、ここに商人町があるんで、この商人町の近くがいいのかな。ここに宿場があるな。ここに宿場があるってことは、ここ宿場がありますよね。なので宿場の隣に建てます。で、残りの命令回数が7になったんで、一旦まずはここで治安を打っておきます。で、治安誰にやらせるかなんですけど、まあ清洲城に詰めているのが、今すでに指示を出した信長、秀吉、数正、まあ皆さんご存知の有名な武将だと思うんですが、その他でいうと常ちゃん、あとは義成、成政、秀高といるんですけど、まあ、統率が高くて精神の低い成政、これにしましょう。なんかいつもこういう役回りを成政に任せる気配が多いのかなと思うんですが、じゃあこれで段を進めていきます。内政フェーズはこの繰り返しですね、基本的には。ただ、これまでの信長の野望に比べて、さっきお話した通り街並みがビジュアル的にすごく分かるように変わっていくので、そこはね、箱庭内政的には面白いところになるかなと思います。
という話をしているところで、オケアマゾの合戦のシナリオが始まってますので、ここはちょっと見ていきましょう。この勝家の絵あんまり好きじゃないんだよな。さて、ここで選択肢ですね。奇襲か密使か、これちょっとどっちがいいのか覚えてないけど、史実通りに行きましょうか、奇襲で行きましょう。といっても最近の研究ではこの奇襲というのも実は奇襲ではなく正面決戦だったという話みたいなんですけどね。というか、まあ、そういう説もあるよということみたいなんですけどね。実際には奇襲っていうよりかは信長が、まあ義元の2万の軍勢、まあ、およそ今では2万というのが一説にあるようなんですけど、その2万という軍勢を分散させたというところで、信長の精鋭部隊とその義元の分散させたために、義元自身を守る兵が少なくなったところに信長の精鋭が突撃をかけたというのがね、実際には一番有力な説なんじゃないかと言われているようですけど、で当時はやっぱりその農民が農業の閑散期に兵士を務めていたというところで、まあ言ってみれば兵といっても戦闘の専門家ではなかったところなんですけど、まあ字面だけなんで皆さんは字を読みながら僕の話も少し聞いていただければと思うんですけど、まあ言ってみれば素人が刀を持っているっていうところの中、信長はですね、いわゆるその武将の次男三男とかっていうのを早い段階から専門の兵として育て上げたと。言ってみれば専門家ですよね、戦闘の。その精鋭と、まあ言ってみれば素人の義元の本体を守る軍勢がガチンコで殴り合ったら、数が少なくてもやっぱり専門家が勝つというところで、まあ信長の軍勢がね、義元を討ち取ったというところもあるそうなんですけどね。まあ実際にはわからないですけど、まあ、そういったところもあって桶狭間の戦いはこのまま史実通りに進んでいく雰囲気ですね。
これで州って呼ぶのか、これは読めないな。今川軍は突然の襲撃に混乱した。小勢の織田軍が大軍を翻弄している。信長の兵は敵総大将今川義元の姿を探した。この戦いは義元を倒せるか否かにかかっているのだ。お覚悟めされ。今川義元は桶狭間に散った。伝令とともに歓喜の声が戦場を走る。織田信長は奇跡的な勝利を得たのである。はい、というところで、桶狭間の戦い見ていただきました。でこの後なんですけども、命令回数が戻っているので、先にですね家康と同盟を結んじゃいましょう。この後清須同盟が勝手に始まるんじゃないかなとは思うんですが、これ大丈夫か。成政に任せておいて不安だな。そうなるよね、成政では無理だよ、そう思うよ。いやー勘弁してくれよ成政よ。これがあるからな成政。まあ一旦残念な結果に終わりましたけど、成政の話は置いておいてだ。どこに何を建てるかというのをまたちょっと考えていかなきゃいけないですね。武家町の近くにっていうよりかはやっぱり外縁部に建てていくのがいいと思うんだけど、どうしても、立地条件的に川の近くに田畑を建てていく必要もあったりするので、一つここに建てましょうか。でもう一度交渉で大名で気を悪くしちゃったかな家康さんは。信長自ら同盟の申し入れをする。なるほど、なるほど、これは家康は完全にこちらと交渉する気はないな。二つも無駄にしちゃったな。迂闊でしたね。まあしょうがない。こればっかりはしょうがないですねっていう話をしているところで、またすいません、おそらく宅配だと思うんですが、宅配が来ているので呼び出し音が鳴ってます。僕の住んでるマンションは宅配ボックスが相当数あるので、まあ、宅配ボックスに入れておいてもらいたいと思います。さっきの交渉した段階ではまだ家康は義元が死んだという事実を知らなかったということですね。であればこれは仕方がないですね。
大樹寺っていうのも知らなかったな。家康が岡崎に帰還した時って何歳だったのかな。もう20代にはなっていたのか。もう二度と竹の言いなりにはならぬとは言ってますけど、早速信長の軍門に下ってもらいたいんだけどな。さてこれで家康に改名した後にもう一度信長が自ら交渉しに行こうじゃないか。どうだ家康、同盟だ。よし、これで同盟できましたね。他に用はない。まあ従属今の時点でさせる必要はないので、一旦これで終わりにしましょう。で、遅れている開発、これを急ぎます。まず武家町を、武家町の近くにどかすか建てていきたいんですが、とはいえ農業の農村が最適地となる場所ってかなり限られているので、そこは確保したいんですよね、農村として。なので農村を建て、もう一つここは商人町を建てましょう。商人町はどこがいいかというと、採算になりますが宿場町の隣、これがベストですね。では他の内政全然できていないところではあるんですが、一旦勢力を終了していきましょう。どうしようかな、戦争ができないままちょっと1回目は終わってしまいそうなんですけど、軍事は次回持ち越しましょうか。もうすでに信長と家康は先ほど同盟を結んでいますが、一応このイベントはまだその段階ではないような内容ですね。ここまでは見ていきましょう。時間が30分経っちゃってますけど、ここまでは見ていきます。ここも実際のところどうだったんでしょうね。要するに家康が織田家に人質で入っていた時に、信長と家康が言葉を交わすような間柄、あるいはそういう位置関係にあったのかどうか。これもゲームによっては幼い頃に将来の夢を語り合ったみたいなエピソードを差し込んでくるものもあったりしますよね。なので何ともね言えないところだと思うんですけど、この起請文を
食べたっていうのも、なんか参考文献みたいなものがあるのかな。これも僕としては初めて見ましたね。で、足利と大友が婚姻、伊達と足利も婚姻か。うん。では、少し時間が長くなってきてしまいましたので、今回は一旦ここで終わりにしたいと思うんですが、この先の展望を少しお話しておくとですね、まずは、ちょっと大図を見ます。で、今ですね、信長としては尾張に清須と名古屋、この2つの城を持っています。で、三河の家康とは、今見ていただいた通り同盟を結びました。なので、史実通り、まずは美濃へ進攻していきましょう。で、美濃は、まずは岩村城。ここには、森綱が、まあ、城主として入っていますね。で、稲葉山には義辰が入っていると。で、武将数は10か。ちなみに岩村城も10ですね。で、信長はというと、清須に8。名古屋に6。まあ、戦闘力でいうと当然織田家、信長、秀吉、さらには滝川一益、もちろん勝家というところで、武将の質では斎藤を上回っているはずなんですが、斎藤の方もちょっと見てないですけど、まず半兵衛がいるのは間違いないですし、あとは美濃三人衆ですね。その一人森綱が今画面右、左上に出てますけど、まあ、そういうところで、まあ、ある程度粒揃いの武将がいることを考えると、内政をもう少ししっかりやって、兵数を増強をかけた上で美濃攻略に取り掛かっていければいいかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。